例えば、じゃあこの音を叩いて、で次にもしこの音を叩くときにどうするかというと、でこの音を叩いたときに一つ前のこれをこういうふうに掴むんです。やってみます。そうです。そうです。でずっと順番に。あ、違う。そうです。そう、こうすると綺麗に聞こえるんですね。もしこれ止めないと、じゃあ今度は上から下に下がってみてください。じゃあ上から下がってどこを、そうです、そういう風にするしかない。あ、なるほど。紐が出てる。そうです。ちょっとじゃあ練習曲です。じゃあ今度は一つおきに1、3、2、4ってやってみてください。だからここを押してもらって。そうです。あ、うまい。そうです。これなかなかできない方もかなり苦労されたんですけど、まあ別に最初から 100% 完璧にできない。